シュテファン・クバントは、ドイツの実業家、技術者であり、大富豪である。倒産の危機にあった BMW を救済した、ヘルベルト・クバントの長男であり、BMW の大株主であるとともに、同社役員会のメンバーである。1982年、父親、ヘルベルトの死去に伴い BMW の株式の17.4%と、ともに、 多数の企業の株式を相続した。フォーブス氏による2007年度世界長者番付の60位。カールスルーエ大学で工学を学ぶ。1993年から1年間、ボストンコンサルティンググループ勤務。1994年からの2年間は、データカード、香港支店に勤務した。2005年、ソフトウェア技術者の女性と結婚。BMW のほか。 製薬会社のアルタナ、電池製造のファルタなどを同族会社として所有、支配しており、ドイツの長者番付100位に名を連ねる同家の人物は8名にも達する。シュテファンのほか母ヨハンナクバントと、実施、ズザンネクラッテンも経済誌フォーブスが発表する、世界長者番付の常連である。一方で、一族は取材などをほとんど受け付けず、 その詳細は謎に包まれている。ありがとうございます。